はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ラピ TV です。 Google スカイマル秘スクープシリーズ第1回、あなたの知らない宇宙、宇宙人は実在するというテーマでお送りしたいと思います。今からクリスマスまで宇宙シリーズ、スクープシリーズを、まあ、今回から何回かに分けてお送りしたいと思います。私のチャンネル登録者さんがかなり Google スカイで見つけて座標を送ってきておりますので、まあその辺を皆さんにご紹介しながら、まあクリスマスまでこの Google スカイシリーズを続けていきたいと思います。そしてまた何かスクープ入った場合はそちらの方も投稿していきますので、ぜひご視聴のほどよろしくお願いします。それでは早速、今回見つけた、まあ、様々なグリーンの宇宙船、他コロニーなどをすべて今日はお見せします。それではスタートです。画像の方からです、どうぞ。はい、これがまあアンドロメダ銀河ですね。そしてこの銀河の水亀座のこの今回は緑枠内のあたりでたくさん、まあ、グリーン色の宇宙船だったりスペースコロニーだったりを発見しましたので、皆さんに、まあ、かなりの数ご紹介していきますので、まあ、宇宙に興味ある方、初めて見る方、これは実写映像なので実際の、まあ、画像なので、まあ、とっくりじっくり見てください。 CG とかそんなもので作成したものではありません。この黄色いピンの位置で、まあ、発見しました。この近辺にもまだ見落としたものがあると思いますが、これだけ、まあ、ざっと見たところこれだけ約20ぐらい発見しましたので今日は見ていきます。まずこちらですね。はい、大きな、まあ、宇宙船の前に、まあ、これ着艦しているのか前にいるのか分かりませんが、そこからまたさらに2つ分離して小さい呼気の方が、まあ、上昇しているところの写真です。下方向にも、はい、このようにつながっているのか、何かここ出してますよね。ビームのような何か不思議なものでつながっているような感じに見えます。明らかにこういう葉巻型の大きな宇宙船の周りを飛び舞う、まあ、小型の発光する宇宙船のような気がします。過去に私 Google スカイシリーズずっと投稿してきておりますので、まあずっと見てきた方は あれかと分かると思います。これ、まあ、作業船のようなものだと思います。これが、まあ、こういった大きな母船に、まあ、着艦したりその周りを護衛しているといった感じになるものだと思われます。そしてさらに拡大すると親機はこんな感じで、まあ、この辺に天窓のようなものまで見えますよね。そして次です。これはこの人工の、まあ、太陽のようなもののそばで見つけた、まあ、こういう連結構造物ですね。パーツが組み合わさってドッキングしてできた、まあ、細長い葉巻型のような感じの、まあ、構造物がここに映り込んでおります。そしてこの人工太陽のものからずっと伸びたところの上にもここに作業船が着艦して、まあ、ドッキングしているのがお分かりになると思います。これは星ではなく人工の、まあ、太陽のようなものを彼らが作っているものだと思います。こんなところにタワーのような感じで、ここに窓のようなものまでありますよね。そして次です。引いたところ、その周りに飛ぶこれが作業船のような呼気ですね。これがたくさん飛び回っているといった感じになります。そしてこれです。これが、まあ、ブルー色、あ、ブルーじゃなくてグリーン色の、はい、まあ、連結構造物です。どうでしょうか。今日は全てグリーンが主に出てくると思います。そしてそれに近づく呼気ですね。そしてこれが引いたところ、さらにこれがちょっと円盤型ですね。ちょっとアダムスキーの、まあ、円盤型が、まあ、グリーンに発光しているといった感じのような宇宙船が映り込んでいるところです。そしてこれが引いたところ、ここに必ず護衛艦のような呼気がいます。そしてさらにこれが、まあ、さらに連結をした、はい、一つ一つのパーツが連結してできた、
葉巻型の、構造物であるといった感じです。宇宙船なのか、スペースコロニーなのか、宇宙ステーションなのかはまだ、彼らに聞くしかそのこれの真実は分かりませんが、こういったものが天の川銀河にたくさん、浮遊して停滞していると思われます。これ止まっているからこのように映っているもので、移動してなくて同じ位置に、いるものだと思われます。そうしないと動いているものはこう流れますからね、光が。これは停止しているところが取られたものだと思われます。そしてこれが引いたところ、上方向からパーツのようなものがこういうふうに下に、飛んでいますね。ちょうどその中心部分に突き刺さろうとしているのか、それかこのパーツがここに合体しようとしているのかもしれませんね。そしてこれです。さらに引いたところ、こんな感じでパーツの部品がこのように並んでいますよね、一列に。そしてここの中心部にその親機母船がいて、そしてこの上にもこのグリーンの不思議な、宇宙船、この格好もよく見るものが映っております。さらにさらにこれがそれを拡大したところです。過去にもね、何回かこれ投稿したことがありますので、やはり同じこういったグリーンの緑に光る発光体のこの宇宙船、なんか後ろのような感じの宇宙船が、飛んでいるといったところの、これが拡大映像となります。そしてこれが今回見つけたまたブルーですね。ブルーの方はどうしてもね、色が鮮明に見えないので、できるだけ解像度を上げて明るくしたところです。ここに、作業船の呼気がここと連結しているのがはっきり映ってますよね。パイプのようなもので連結しております。そしてこのブルーの構造物は何か四角いものが、キューブ状のものが組み合わさって作られているような感じに、この画像からでは読み取れます。そしてこれです。そして今度はグリーン、グリーン色の宇宙船の周りにこういったものが、さまざまな小型宇宙船が一緒に飛んでいるのか、これが今まさにここの形に似てますので、ここに合体しようとしているところかもしれません。そしてこれが引いたところ、そしてこれも今回メインの、葉巻型の、宇宙ステーションのような感じですね。これはまるで宇宙ステーションのような形をしております。ここがドーム状の何か、大きなドーム状のこういったものが見えます。この辺にも丸いものが見えますね。そして、かなりぼかしがかかっておりますので引いた方がいいですね。こういった感じで見ると、ここが窓なのか何なのか、こことここありますよね。そしてここにまた突起物がある、構造物があって、後ろにこういう三角形のような、ドーム状のものがあるといった、宇宙船なのかスペースコロニーなのか、それとも宇宙ステーションなのでしょうか。皆さんのたくさんのご意見お待ちしております。こういった主だったもの全部は座標貼りませんが、皆さん主だったところ貼っときますので、ぜひその目で見てみてください。そしてこれが、やや鮮明度を上げたところの、グリーンの、スペースコロニーか葉巻型の巨大宇宙船だと思われるものです。そしてこれが引いたところ、引いた方が分かりますよね。全体的な形が見えると思います。下に突起物がこういうふうにあって、ここに三角形のドーム状のようなものが一番最後尾にあって、こんな感じ、なんて言いますかね、未来的な潜水艦のような形をしているといった感じのものです。拡大するとこのようなもの、緑に発光しているこの今回見つけた、はっきり宇宙船か輸送船かどちらかだと思われるものです。この形は初めてですね。割とはっきり映っているものですが、ぼかしがかなりかけられてますので、引いた方が、この辺で見た方が、よく見えると思います。そしてこれですね。そしてこれがブルーのパイプラインのところの横に現れている、これもグリーン色の緑色がかった、構造物です。ドッキングしたものだと思いますね、パーツが。そしてこれ、そしてこれが引いたところ、そしてこれも変わってますよね。ここに変わった形のものがドッキングしております。
そして次です。これが引いたところ、下に作業船の明るいものが飛んでます。そしてこれが、まあ、連結構造物です。これが引いたところ、こんな感じで宇宙空間のところにかなりこの横幅、本当はね実際の寸法を測りたいんですが、まあ測る術がないのでこれの大きさが分かりませんが、これだけね遠くのところにあって、これだけ真横一文字に、まあ、連結はしてます。この辺してますかね、こう見えないだけでこの辺でつながっているものだと思いますが、こういったものが宇宙空間に浮遊しているということは、彼らこれ星とかそういったあの小惑星とかではないということがお分かりになると思います。こういったものがねはっきりとハッブル望遠鏡が撮った写真に写り込んでいるってことは全く NASA は発表しないし、国立天文台の方も全くこういった写真や動画を上げても何一つコメントをくれません。果たしてこれだけ分かっているのにまだ知的生命体はこの天の川銀河に存在していない、発見できていないというのでしょうか。今新しくアメリカのどこの大学だったか忘れましたけど、教授が宇宙人は地球にも基地があってそこに存在していると最近発表しましたよね。記事が出てくると思いますが、宇宙人は存在するで、調べてみると検索すると出てくると思いますので、ぜひその記事見てみてください。そしてこれです。そしてこれグッとズームするとここが窓のようなものが見えます。そしてこれが拡大、さらに拡大して右ここですね、まあ、上は完全に抜けておりますので、ここでドッキングする何か四角い、まあ、小型宇宙船のようなものがドッキングするためのものだと推測します。そしてこれが、まあ、この銀河の中の割と星が映ってない空間のところに毎一文字に、止まっている葉巻型のグリーンの宇宙船です。拡大していくとこのようなものになります。中心部がこのようにぽっかり開いています。穴が開いているということは、先ほどの光る作業船の丸い物体がここに、まあ、入り込んで着艦するといったものだと思われるものです。過去の私の動画を見てくれたらわかると思います。さらに拡大したものです。まるで葉巻ですね。ここが、まあ、穴が開いておりますけど、全体的を見ると葉巻の格好をした、まあ、グリーン色の葉巻型の、まあ、宇宙船か宇宙ステーションであるということになります。そしてこれですね、連結構造物、はっきりと機械的なものが映っております。最大ズームでお見せしております。こういったものが、まあ、何かで連結されているものだと思われます。そしてこれです。今回はグリーンの、まあ、パイプライン、四角い構造物で組み合わせられた、まあ、ブルー、これはブルーですね。ブルーはどういうわけか四角いキューブ型の形をしていることが最近分かりました。そしてそれに着艦しようとする、これが、まあ、作業船です。はい、ブルーだけ色が、まあ、見えにくくて、四角い構造物が、まあ、こういうふうにランダムにひっついたような感じの、まあ、こういうパイプライン状のものを形成しているということになります。そして次が引いたところ、全体像、これ先ほどこの先と後の方行くほど細くなっているという感じで、これはやっぱり距離の関係があって、同じ太さなのにやはり望遠鏡側に近いところが太く見えるのではないでしょうか。そういったことに詳しい方は、まあ、コメント欄にコメントください。そしてこれは3つの作業船が珍しく3つ三角形に、まあ、ドッキングしている、はい、これが珍しい画像です。そしてこれも、はい、ゴールドに輝くはっきり写っている宇宙船だと思われるものがこのように写っております。かなりぼかしがかかってましたので、かなりこれでも鮮明に明るさを調整したものです。そしてさらにその下にこの奇妙なこのようなものが、はい、一緒に飛んでいました。果たしてこれは何でしょう。これも不気味ですよね。宇宙船だとしてもかなり不気味な宇宙船、これが上にいた先ほどの、まあ、楕円形型の宇宙船です。そしてその手前にあるのでしょうかね、こういったものが、
はい、一緒に写っております。何か奇妙な形をした、まあ、これ自体が生命体なのでしょうか。不思議な形のものもこのように写り込んでおります。はい、今見てきましたよね。それでは実際にね、まあ、Google Earth Pro 立ち上げて、これをまあスピードを上げて見ていきたいと思います。実際にこれで見た方がまあ大体の位置関係とかが分かります。はい、ここですね。これが先ほどの宇宙船と奇妙な形のまあこれですね、まあ、宇宙船だと思いますが、奇妙な形のもののまあ感じのまあスペースコロニーか宇宙船だと思われるもの、珍しいので皆さんにご紹介しております。場所はぐーっと行きますとこんな感じですよ。こういったところのぐーっと寄るとこんな感じ、かなり遠いということがわかると思います。地球からこういうふうに見るとこんな感じですよ。まるで見えないところはここまでズームできて、それが写真に写っていると、まあ、これは脅威ですよね。さらにこう忘れましたけど、ハッブル望遠鏡より優れた望遠鏡が今宇宙望遠鏡が挙げられてますよね。あれの写真がこれに掲載されるようになったら、それこそもっとはっきり見えると思います。そして次です。はい、今日はロングバージョンでお送りしております。これが、はい、3つ光っている、はい、作業船です。そして次です。急いでお見せしますが、ロングバージョンなんでね、ゆっくり宇宙の、まあ、散歩をするつもりで見てください。さらにこういろんな方宇宙に興味持ってね、私のこの Google スカイでいろんなところの座標でいろんな宇宙船とかスペースコロニー発見しておりますので、まあ、2回3回と、まあ、皆さんが発見したものですごいものをピックアップして今後上げていきたいと思いますので、まあ、宇宙に興味ある方、宇宙の謎、そして、まあ、NASA とかそういったものが発表しない極秘の、まあ、こういう写り込んだ写真を、実写写真を私たちが見つけたものを、まあ、公開していきたいと思います。これが天の川銀河にたくさんの、まあ、宇宙人が存在している証拠の、まあ、これが画像です。これに反論がある方は、それはただの隕石ですよ、それとか別の何かものであるということを、まあ、コメント欄に書いてください。私はこれははるかやっぱし地球より20億年以上も進んだ文明、異星人たちの作った、まあ、宇宙空間のスペースコロニーか巨大宇宙船だと思われるものだと思います。まあ、宇宙ステーションかもしれませんが、このように、まあ、たくさん見つかっておりますし、こういった彼らが組み付けるためのこのパーツの倉庫らしきものまで見つかっております。これが一番ぼやっとしておりますが、一番宇宙船の形をしている、まあ、宇宙スペースコロニーのような感じの宇宙船であると一番今日のメインにしております。これで見た方がはっきり宇宙船の形をしているのがわかると思います。しばらく見てください。これですね、この座標1貼っときますので、あといくつか貼っときますので、あとこの辺を見つけて、まあ、私が見落としたものを発見してすごいものでしたら、ぜひ座標を貼ってください。そしてこれが13、あと残り、まあ、6つぐらいになりますが、そしてこれがその青いステーションの位置です。ブルーです。ブルーのステーションの位置をお見せしております。宇宙ステーションだと思います。そして14番目に飛びます。約20見つけましたね、この辺あたり。まあ、これだけの、まあ、範囲でこれだけいろんなものが見つかるということは、まあ、この辺一帯は、まあ、異星人の、まあ、何か、まあ集合している、まあ、ところだと思われるところとなります。これですね、これが、まあ、まさしく、はい、葉巻型の巨大なものがこんな感じで作られているところです。そして16番目、はい、その横方向に発見して、これが、はい、円盤型アダムスキー型のような形をした宇宙船と子機が飛んでいるところと
なります。そしてあと2つですね。そして今回これが、はい、連結構造物、これもここ緑色グリーンに光っている連結構造物と、ここに呼気がまさに着眼しようとしているところです。そして18番目、はい、これが、まあ、人工太陽のようなところの上を飛んでいる、はい、連結構造物の葉巻型だというものが映っているところです。こんな感じ。そして周りに呼気が、護衛機が飛んでいるという、この貴重な写真となります。これが知的生命体、宇宙人が存在する証拠ではないでしょうか。私の数々、まあ、投稿してきました宇宙の動画、すべて時間のある時に、お休みの時でも、これから、まあ、クリスマスとかお正月、年末の休みになりますので、じっくりと改めて見ると見えてくるものがあると思います。最後に19番目のこれ、これも近くですね。これが、はい、不思議な形の、まあ、葉巻型か円盤型のところに着眼しているのか、その前にいるのか、こういった感じの、まあ、作業船か宇宙船が一緒に写っている貴重な、まあ、画像となります。それでは見てきました、最後にまとめた動画見ながら今日はお別れしたいと思います。まあ、宇宙のロマンに浸りながらね、まあ、クリスマスを、まあ、迎えていくという、あと約1ヶ月ぐらいありますがね、まあ、皆さんと一緒に宇宙、神秘的な宇宙を、まあ、ロマンに浸りながら、まあ、異星人たちの実在する証拠を今日はご紹介しました。今日は第1回でしたのでね、皆さんが見つけたものも第2回第3回と紹介していきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ラピ TV でした。ではまた次回会いましょう。